どうもこんにちは、あいやきっちですと。はい、やってまいりました、秋の味覚祭第3弾キャンペーン、オールキングキャンペーンですよ。はい、出現全部ね、キングサイズが1匹だけね、1匹だけ混ざってるというね。はい、今日はキャンペーンやっております。今日1日だけだからね、絶対これ見たらねすぐやっといてつってな人。はい、まあこういった形のキャンペーンとなっております。はい、ドドン。で、今日のスペシャル鶴場に、キングが現れるそうなんだけども、はい、まず最初にね、釣り老師の依頼をちょっとね確認しましょう。今日はどんなんかな、何が来てるんかなっていう釣り老師のね依頼を見て、まあやっぱりねちょっとねしょぼい魚もいるんだけども、まあ中にはねこういったシュモクザメみたいなね、納めるだけで経験値が21,750、さらに、お魚メダルがコインがね5000枚もらえちゃうっていうね依頼のあるんですが、まあそのためにね、まあキング、普通のねノーマル魚よりやっぱりビッグキングを渡した方が経験値とね、さらにねお魚コインが多くもらえちゃう。うん、なので今回のこのキングはね、お魚依頼のために取っておいてもよし、でお魚依頼になかったキングはもうお魚コインに変えてもいいと思う。で、全部で釣り老師の依頼って80種類ぐらいの魚が出るみたいなんですが、その中でピックアップこの22種類はね、特に取っておいた方がいいぞ、釣り老師の依頼のために取っておいた方がいいぞっていう2種類をね、画面の横今出てると思うんですけど貼り付けておきます。このシュモクザミ並み、もしくはもっと多くもらえる可能性もあるので、今ね左に出てるねキングの依頼、これを特にね、取っておいた方がいいと思います。早速釣っていくぞっていうことなんですけども、これ気をつけてね、一つ、はい、レベル15に達してないとこれできないんで、レベル15まで上げてください。ただね、レベル15からいけるよと言っても、これポテキチ君でさっきやってたんですけど、今レベル17なんですが、めちゃくちゃしんどかったっていうよりもジェムをね結構使った。うん、レベルがねレベル15だと、まあ普段ねゲーム内でインして釣ろうとすると、まあ今この釣った後の残骸なんですけど、レベル15じゃ竜王の使いとかオオサンショウウオとかね、この入りにやってね、なかなか釣れないのよ。うん、さらにこのポンポンベタ、これもね300ジェムぐらい使ったかな。うん、このポンポンベタ白赤っていうのがテンション上げて逃げてくのよ。なのでレベルが低いと釣りで引っ張るね力が足らないのよ。逃げる距離の方が長いのね、もう永遠に釣って、たまに攻撃されてどんどんね、消費していくっていうねことが起きて、まあ何回もね失敗しました。で100ジェム払えば復活できるんですよ、その場で。うん、なのでそれを繰り返して300ジェム使ってやっとこのポンポンベタ1匹釣ったって感じなので、レベルが低い人はなるだけねレベルを上げてやった方がいいかな。まあ釣れるは釣れるけど、ジェム使ってもいいんだっていう人はいいんだけど、ジェムを使いたくない方は一応ねレベル上げして見た方がいい。はい、ってことで早速ね、釣っていきたいと思うんですが、はい、これ高吉ね、はい、メガドロンとメバルとミノカサゴ、これがねキングなかったよね。あ、じゃあマナオカゴールデンアロマナポンポンベタ、魚ナマズ、逆さまナマズ釣れてるからいいんですかって、まあさっきも言ったけど、この中でもしかして依頼が出る可能性がある80種類の中にいる魚だったら一応キング釣っといた方がいいよね。うん、なのでまあところかまず全部釣れっていうことなんですよ。まあどれか選んでね釣れるわけではないので、はい、んで釣り竿ね、どれがおすすめですか。今まあまあ炎の釣り竿ちょ借りてたけど、僕ね安定した、特にねさっきのねレベルが低い人は氷の釣り竿をおすすめ。氷の釣り竿と天使のルアー、うん、できるだけジェムをね少なくしたいなら天使でね復活してやった方がいいかなと思った。まあレベルが高かったら、まあ、効率を取りたいので、まあ、炎の釣り竿買いと、まあ、トゲトゲルアーもしくは天使の釣り竿でいいと思う。うん、あとは好き好きなのかな、闇の方がいいよっていう方も中にはいれば、
僕は氷一択なんですって方も中にはいるので、まあ、好き好きなんだけど、まあ、レベルが高かったらもう炎の釣り竿を書いて一発でねドドンと時間効率を早くしてやった方がいいと思う。でね、僕ね4番ヒットこれ使います。まあ、以前紹介した残り1匹まで減らして、さらにね、4匹、そこで4倍ヒットする、まあ、計ね7回チャンスがあるよっていったね、あの動画を前回作ったと思うんですけど、まあ、今回キングなのでね、メガロドンとか魔王ナが今出てるやつだったらね1匹しかいないよね。まあ、それらを4匹釣った方がいいのかな。これが竜宮の使いとか、まあ、前回紹介した、まあ、前回動画で紹介した、まあ、無縁化が一番ねメダルコインが多いんですけど、これもおそらく残り1匹で出てくると思うんだよね。なのでそれを4倍ヒットで4匹釣った方が効率がいいのかなと思って、メダルのね、まあ、なので、まあ、時間効率も考えて4倍ヒットでねちょっと釣っていきたいと思います。はい、さあ来ました。で、炎の釣り竿で釣ってあとは引いてくだけで、トゲトゲルアーで食いつきとか減らないので最初の2回は OK で、最後にはいドーン、あドーン、あはいっていうね、夢を見まして、はい、炎の力引いてゴールデンアロワラ、え、ちょっと僕甘く見てた、ごめんなさい、すいません。はい、スキップ。さあゴールデンアロワナ、はい、これを取っておいて他はコインに交換すると、はい、ありがとうございます、6251枚、うまい。で、魚袋に入れると、まあこう言って次のねゴールデンアロワナ、まあ依頼書があるんであればね、釣り同士の依頼にね出した方がお得なので、これ取っておきましょう。ってことでどんどんいきます。もうさっきの集体は見せないぞ。うん、さあ炎の力ドーンからの全力、これで終わるから。はい、逆さナマズキングサイズ、ありがとうございません。はい、まあ、これも一応コインに交換で、さらにあ、しまった、全部交換してしまった。ちょっと今日何ダメだ、ちょっと今日ダメだ。で、大人の力を使って、はい、じゃあ4倍ヒットいきます。炎の力、まあいいか、逆さナマズだからまだよかったな。はい、メバルキングサイズ、これ初めてだよねメバル。さあこれちょっと外してとコインに交換して、さあメバルを一応取っておくと、魚袋に入れておくと。さあトゲトゲルガーが壊れたので、はい、中にあるトゲトゲルガーを使わさせてもらいます、ありがとうございます。さあ大人の力を使ってどんどんいきましょう、4倍ヒットで。さあ出ましたよ、これ距離縮めないよね。これでレベルが低いとこのテンションアップで逃げる距離がね長くなるので、一向にね引けなかったっていうね地獄をループを見たんだよね、さっきレベルが低くて。まあ高吉はねある程度レベル育ってるので、おいしょ、あやべえ、あっぶねえ、そっか食いつき度2回まで大丈夫だからテンションアップ怖くねえんだ。さあどんどん引いて、さあ、あ全力引くでいけなかった、しつけなこの魚、危な。さあどうだ、ドン、はい、魔王長キングサイズ、はい、お、はい、2匹釣れちゃいました、ありがとうございますと魔王長。あ、うまいね、コインもうまいぞ。で、魚袋に入れといてと。さあ、あとはメガロドン、メガロドンとポンポンベタミノカサゴ。これメガロドンって結構うまい魚って僕この間動画で説明したよね、メガロドン。はい、21,285枚、通常だともらえるんだよね。うん、さあそんなメガロドンを4匹釣りたいので、あ違うじゃん、小魚じゃん、ち小魚目、はい、これで2回で引くと。まあこういった炎のね釣り竿だとね、まあ、ちゃっちゃっと終われるんでね、ただ安定させたい時は氷の釣り竿回の方がおすすめです。はい、
デミノカサゴも魚袋に入れると。そして残り2匹です。残り2種類か、2種類です。よいしょ。お、なかなか炎の力で引きづらかったね。さあ、いいほら、これだ、ポンポンベタだ、こいつね。このポンポンベタがちょっといやらしいんだよな。まあ他にも、以外でもテンション上げて逃げる魚って極楽魚とかいるけど、あれらがちょっといやらしいんだよな。はい、白赤これだけ取っておいてと。さあ、コインに交換。で、魚袋に入れると。さあ、残りメガロドン君、君だけだよ。さあ、4匹、大人の力を使って4匹釣っていこう。あ、魚楽しい魚釣り楽しい。大丈夫だ、2回までは大丈夫。さあ、次からちょっと怖い。これは怖いな。まあちょっと引こう。でも痛恨の噛みつき食らった。やばい、トゲトゲルアの力がなかった。危な、ちょっと疲れとけ疲れとけ、もうずっと疲れとけ、もう二度と元気になるな。よいしょ、ここまあいいでしょ、全力で。オッケー、メガロドンキングサイズ36,120ポイント。うまっ。残念。あ、キングサイズで21,285なんだ。そっかそっか、ノーマルサイズじゃなかったね。では、あ、危ねえ、間違えた。こちら、これでコインに交換と。で、メガノドンは22種類の中の依頼主に高得点のあるので、これは取っておいた方がいいよね。うん、依頼の達人の釣り同士の依頼がいつ来てもいいように。はい、ということで、はい、終わりじゃないんだな、これ。まだまだ1回だけ魚を入れ替えることができます。ランダムでさ、来い。わ、あ、ただエンゼルフィッシュ来てるね。ジムナーカスも来てる。ドワーフグラミー、うーん、じゃあということで全部、はい、釣っちゃいました。さあ、これでまだまだあります。はい、ってことで次が、はい、サブキャラの分もしっかりやろうね。サブキャラもいたら。なんとそこでエラスモサウルスくんがいました。前回の動画でもね、ご紹介したんだけど、エラスモサウルスくん22,350枚カジ、あの、お魚コインだ、カジノコインちゃうわ。お魚コインもらえるので、これしっかり釣りたい。多分これ高吉でも釣ってないから、なので、あやけちで釣って高吉の釣り場に入れて、高吉が釣ると、それをね、高吉がね、キング、さらにね、またエラスモサウルスの分も増えるので、このサブキャラで釣ったキングの分もメインの方の釣り堀に入れたり、まあ自分ちのね、釣り堀に入れて、別キャラで釣らしてもそのキングを釣ったことになるので、なので、サブキャラいる方はしっかりキングをね、バチコリ釣ってきましょうね、全部。できれば炎の釣り竿がいいんだけど、まあ氷の釣り竿やっとくか。4倍ヒット、よいしょ。はい、キングサイズウグイ。さ、エラスモサウルスキングサイズ36,000ポイントもらえる。めちゃくちゃ美味しい。はい、さらに金魚。はい、ポンポンベタ、あ、青赤キングサイズ。はい、リーフドラゴン、リーフシードラゴンキングサイズ。さあ、ブラックラベーンキングサイズ。わ、これも高吉多分釣ってない。経験値21,720ポイントもらえる。さあ、あとビッグサイズ、あと5種類釣れば黄金の花びら200倍ゴールドもらえる。はい、ピラクルキングサイズ。さあ、ということで全部釣ったわけなんですが、こちらもやっぱりね、魚を入れ替えて、はい、残りのね、糸、ヤマメ、コリドラス、コイクロ、はい、大した魚来てねえなこれね。まあ釣ってないからそんな文句言えないけど、大した魚来ねえなこれ。これも全部、はい、釣っちゃいました。
はい、そして釣った魚の中に依頼品もあったので、ちょっと釣り同士の依頼のねやっていきたいと思うんですが、こちらね金魚ね225ポイント100枚もらえるっていう風になってるんですけども、はい、納品をする。ところがどっこいね、はい、キングだとねすごいもらえるよね、1494ポイントで、お魚コインが664枚、まあ、金魚だからね、まあこんだけ少ないんだけど、これがこのブラックラメンね、はい、ドン、普通のノーマルサイズだとノーマルサイズがもう 53,576 ポイントで、お魚コイン 23,50 枚なんだ。それがキングを収めるだけで、はい、経験値 216,338 ポイント、そしてお魚コインが 82,362 ポイントももらえるっていうね、まあ、なので釣り浪士の依頼のためにもこういうのねキングね取っておいた方がいいです。まあ、ちなみに鯉金も取ったね、鯉黒もこれも、浪費にしておきましょうということで、あっという間にねお魚コイン 165,724 枚、多いすぎるでしょこのキング、オールキング祭り。はい、さらには釣り上げたノーマルサイズの魚の数が65種類30個300万ゴールドゲット。さらにメタル招待券、さあメダルチケット4枚、ビッグサイズも50種類なのでメタルキング3つ、さあ鳩場の仕草、さあ20枚ゲット、500万ゴールドゲットですよこれ、うーはい、500万ゴールド。おいし。めちゃくちゃおいし。ありがとうございます。でですね、さらにお魚コインでね、どうやってじゃあ、お金稼ぐんですかって質問があったんですけど、基本的にこの素材類は安いのよ。バザーに出してもね。で、あとは、まあ、取ってないもの、宝珠の香水だとか、まあ、宝珠の香水もらっとこうね、これ。これ。狙うはこの花ね、花を、はい、19,800枚で99個交換できます。はい、さらにこれをミモザダリアをバザーではなく店売りですると99個、5万ゴールド、約5万ゴールドの、はい、金策ができるんです毎回これで、ね、うまい。でさらにちょっと黄金の花びらも売って、はい、あっという間に600万お金持ちになりました。はい、っていうぐらい魚釣りやってない方は釣り浪士の依頼で黄金のアラビラももらえるし、さらにお魚コインをお花にしてそれを微生売りするだけで5万ゴールドもらえるので、かなりの金策になるんです。ただちょっとゲーム内ね、毎回花変えて店売りして、毎回店売りしてっていうのがちょっと面倒だよっていう方、お魚コインたくさん持ちすぎてっていう方、これ、このお魚コイン交換所、お出かけ便利ツールのお魚コイン交換所で、簡単にね、現金化、ゴールド化できます。はい。まあ、お魚コイン交換所開いて、で、受け取る場所を、まあ、どっからね、何でもいい、どこでもいいよ。使うものでもいいし。にして、まあ、今回僕、屋根裏収納にしときます。それで、まあ、ミモザダリアを、はい、やると。ちょっと待ってね。ミモザダリア、はい、99個。さらに、ミモザダリアも、もう一応99個。これで、交換できるんですよ。めちゃくちゃ楽じゃない？で99個でこれもね、いちいちね店売りで99個 NPC に外して99個ね離して売るのめんどくさいだよっていう方で、次にですね持ち物整理をして、ここね店売りにするを選んで、さっきのね、はい、屋根裏収納のものを、これ、ね、花ね、さあ全部売る、全部売る決定。さあこれも決定。これあこういう風にできるな。はい、あこれで、はい、簡単に、あこれアッシュダリアはダメだな、ミモザダリアを売って、これはい簡単にこの99個かける6束ね、6束これを
29万7千円ゴールドで店に売りますか、よろしいですか、店に売るっていうようにお出かけ便利ツールに使えば一発で売れることができます。はい、もう簡単に現金化、いやゴールド化にすることができるので、これをね使ってお花金策してみてはいかがでしょうか。さらにあやきちで釣ったこのエラスモサウルス、伊藤、あとは何かな、リーフシードラゴン、これもなかなか釣れなかったよね。伊藤も多分釣れないような気がするんだけどな。ピラルクも入れとこうかな。であとさらにね、ポテキチの釣ったキングサイズも入れてあるんで、まあよければね、はい、高吉釣り堀キングキャンペーンをやっていますので、よければ、はい、釣りに来てください、伊勢エビ。はい、ということで今日は釣りキャンペーン3がやってきたっていう動画でした。今日1日しかないんで、はい、よければね釣ってください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。